新しい言葉が常日頃生まれるんですけど、うん、ありがたまきこうじ飯尾和樹っていうのも モデルプレスカウントダウンをご覧の皆さん、せーの、パークです。アサトです。テメイラです。よろしくお願いします。高校で自分が科学に LINE をして、最初自分はアサトを知らなくて、よく DM とかが来る子がいて、それがアサトだったんですけどでなんかちょっとこの子なんだろうなと思ったら、あのダンス部に入りたがってたんで、自分もちょっとダンス部に入りたくて誘ってって感じでしたね。あのダンス部って女子しかいないイメージだったので、男子の友達一人一緒に誘ってダンス一緒にしたいなと思って高校を誘いました中学校が実はあんまり友達多くなくてで、あの高校生でちょっとデビューはしたいなみたいな思った時に、あのちょっとかっこいい感じの友達が欲しいなって思ってあのクラスをパッて見た時にパッと目が入ったから、あの DM とか LINE して友達になりました。ダンス部はもう男子が自分たちしかいなくて、絶対に話さないといけないんですよ女子と話すわけにもいかないしでもなんか最初はちょっと今日も話さないとなと思ってたんですけど、それがだんだんあの癖だったり、なんか笑い方が最初からもキャー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 ってたんで、この子はそういう面白い子なんだなと思って、自分も素をさらけ出していくと意外と意気投合してって感じで、なんか自然に行きました。二人の生活がちょっと異常で、高校の中でもちょっとうるさい感じだったんですけど、それが自分ら的には他の人も見たら面白いんじゃないかっていうのがあって、で YouTube やりたいねと話したんですけど、なかなかそう始まらなくて、一回アサトが自分の家に来るってなった時に回してみようと思って、で自分が回して、これからアサトが来ますっていうのが一本目の動画なんですけど、流れで動画撮ったら意外と面白くて、じゃあ YouTube やってみようかっていう感じで、最初はちょっと軽い感じで始めました、ね、しばらくちょっとやってみるってなって今まで続いてる感じですなんかもともと編集とか適当にやるとかじゃなくて、1本目の動画も1週間ぐらいかけて作ったんですけど、動画スマホで最初編集してやってたら編集も楽しいし、やるってなったらちゃんとやりたいなってなって、パソコンも最初親にお金出してもらって、後で返すからっつって、でパソコンでソフト買ってってやってたら、本気でやってみようって感じで始めました。びっくりというかね、嬉しい、ちょっとまあ達成感が半年だったので、うん、10万いってやったって感じよりかは、 10万いっちゃったよどうしようみたいな感じの方が大きかったですね、うん、なんか年内を目標として10万とりあえず頑張ってみるかって感じでやってたので、本当に ね、まさか10万人達成するとは思ってなかったので、よりびっくりって感じです、うん、びっくりって感じです。変なんですけど、うん、あの新しい言葉が常日頃生まれるんですけど、うん、それがちょっと2人の中でもなんか LINE とかしてても、ありがとういいよとかじゃなくて、なんか変な言葉一つ付け足すとか、ね、ちょっと違うことをしてますね、うん、言ってるのか分かんないけど、一応思ってるのは、感謝するときに、うん、ありがたまきこうじ飯尾和樹っていうのを LINE でやり取りして、本当に二人で楽しんでるんですけど、うん、しょうもないことした後に情けないって言って二人で言って終わるみたいな、本当にそういうしょうもないことをハマってます、うん、動画見てもらうとちょっと分かる方は分かると思うんですけど、いろんな YouTuber さんの編集とかを真似ていて、レイクレさんのドンテンタンとか、ヘイフラさんの文字とか、そういうのを結構影響受けてるんで、いろんな YouTuber さんに助けてもらって、例えば自分はスカイピースさんがすごい好きなんですけど、編集方法とかカットとか間とかを見てよく勉強させてもらってます。特に自分たち平成フラミンゴさんとか結構大好きで、あとパパラピーズさんとかもよく2人で一緒に見たりするんですけど、似てるんですよ、ね、彼が編集方法とか参考にさせてもらってます。
出ちゃったんですけど、スカイピースさんがすごいもう昔から中学の頃から見てて、上がるたびに毎日見るって感じなので、毎回見てるよね、もうずっと見てるんで、ね、ずっとやっぱそこは憧れとしてコラボしてみたいなと思います。自分は平成フラミンゴさんとパパラピーズさん、欲張るちょっと本当に欲張りなんですけどとコラボっていうものをしてみたいなって思います。めっちゃ光栄、もともと憧れてたんでめっちゃ嬉しいんですけど、やっぱまだその男版平成フラミンゴなんで、いずれかはやっぱりその女版テメーラとかができるぐらいにはなりたいなとは思いました。2人で修学旅行みたいな、一回も行ったことないんですよ修学旅行、2人で旅行企画みたいな、2人で制服着てやりたいなっていうのはありますね。通信制に移っちゃったんで、運動会っていうか、ああやりたいやりたいがまだできてないんで、そういうのももっと大きくなったらいろんな YouTuber さんとやってみたいなとはあります。去年の1月とかからしたら想像ができないような日々を今送ってるなって思います。やっぱそのまだ深夜に編集してもう眠くなってから撮影とかじゃないんで、そこら辺がもっとちゃんとできるなとは思っているんで、今年は TikTok で運よくいいねしてくれたっていうのが思っちゃってるんで、まだちょっとなんか浮かれてるっていうか、ちょっとなんかもっと頑張れたかなとは思いました。自分はまずウィキペディアに乗りたいなっていうのが一つと、あとはランウェイのイベントに2人で歩きたいなっていうのが夢がありますね。いろんなイベントに参加して、変わりとかも増やしてって感じで、東京に出たらもういろんなとこにいろんな挑戦をしていきたいと思ってます、いつも応援していただきありがとうございます。自分たちがこうやって10万人いけてるのも今見ていただけてるファンの皆さんたちのおかげなので、これからも応援とか拡散とかしていただけたら嬉しいなって思います。自分もいつも見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。ファンの方が上げてくれた TikTok とかストーリーとかメンションしてくれたのを見ると、やっぱりそのそれだけでちょっと元気が出るというか、それで今までやってこれたのもあるので、これからたくさんそのファンとかの交流とかも増えたら、ぜひ会っていただいて、感謝じゃないですけど楽しませたらなと思ってます。これからもよろしくお願いします。